装備されています。でこれからこのセットの朝の、ご説明させていただきたいと思います。じゃあ、まあ、先ほどの概念なんですけれども、この ERP について中に表現していきます。ですので、顧客データとかアイテムデータとか全部サイトとバックは一体型になっています。サイトのページを開いたときに、在庫あるかどうか、どのサイズがあるとか、色があるとか、全部見に行くんですね、随時。で、それを、まあ、そうですね、一つ一つ見に行きます。で、こう、従事しますってなったときに、熱の中にも、受注して、出荷して、支払いも格納されている。なので、これイコールこれですね。同じサイトと、基幹システムは全く。で、サンプルとしては、これから、少し見せしますけども、よいしょ。まあ、かなり、いろいろできますけれども、まあ、今時です。で、ごめんなさい。私は今、デモ環境は日本語のものを、後ほどお見せします。まあ、例えば、こういったサイトを、簡単に作ることはできます。ですね。でも、簡単に今時でます。まあ、標準ではかなり、まあ、会社とか概要、まあ、性的なページもあります。いろんな形で、画面を表現することは可能ですね。例えばこれは、色だったりとか、値段だったりとか、いろんなで高いものもいらないとか、と自分自動的に操作されます。ですね。続きます。このスイッチコマースの中身なんですけれども、3つで構成されています。1個目はその、まあ、サイト自体ですね。で、サイトの中の、まあ、このショッピングという、まあ、アイテムを製品ですね、品目を、データベースから拾って、まあ、色だったりとかいろんな設定は可能ですけれども、これを表現します。2個目はこのカートですね。これは決済、出荷あたりの、ロジックの、塊です。で3個目はそのマイページ的な機能も標準ではで、3つのアプリケーションで構成されています。ショッピング機能はもうサイト自体、サーチだけとか、製品のレビューとか、カートに追加するとか。あと、チェックアウト、これはマイカートですね、語ります。支払い、住所とか、出荷レビュー。で、あと、マイアカウントですね。まあ、これはAmazon の、Yahoo の前、ページのマイアカウント。同じなんですけども、例えば、予診度枠とか、裏で、予診の枠を設定したときに、フロントではそれ、開始します。あと、サポートの問い合わせですね。製品まだ届いてないですけれども、というメールを送ったら、このメールの、そのメールに対してのやり取りも、この、まあ、マイページの中に表現することができます。で、普通の EC より、バックの、この、業務とか後ろのものをフロントに持ってくることは可能です。で、主な機能なんですけれども、じゃあ、まあ、当然そのトップページとかもありますし、あと、こういった、一覧のページもいろんな形で、表現することが可能ですし、あとその詳細ページですね。これをクリックすると、まあ、当然、写真も大きくなっています。写真とか、まあ、これはアパレルですけども、サイズとか色を、あと、まあ、何件かありますか、あと、ウィッシュリスト的な、ことが可能です。で、ここにメール。サイト、あと下はレビューですね。で、ニュースレターなどなどです。で、上にカードがあります。あ、基幹システムがありますので、ではどうやってインストールするかと言いますと、まずこのスイートアップ、システムの中にスイートアップマーケットプレイスがありますけれども、この中に、そうですね、スイートコマースアドバンスという、記載していただいて、と、
ダウンロードすること、自分の環境に適用することができます。で、されましたら、その後、どういう見た目にするかっていうのも選ぶことができます。で、テーマっていう概念があるんですけれども、まあ、これは何もないと、こんな、そうですね、非常にシンプルな、見せ方なんですけども、まあ、こういった、見せ方も可能です。で、これ、あらかじめ決まった、まあ、そうですね、余順で、構成されているテーマもあります。ので、この中で選んで、まあ、自分がやりたいの一番近いものを選ぶことは可能です。で、裏で、その、コンフィギュレーション、ツールがありますので、プログラムを触ることなく、設定することは可能です。まあ、例えば、ね、どこの環境に何をするかっていうことは可能です。で、サイト同士でコピーはできますので、当然、その、未公開サイト、テストとか、開発用のサイトと、実際のお客様向けのサイトを持つことは可能です。例えば、こういった、こういった、そうですね、メニューで、設定することができます。あと、時間が押してしまいましたけども、CMS のモードがありますので、これは何かと言いますと、まあ、例えば今、一つの、日本語のテストサイトですが、ただこれを、モバイルとして見たいとか、どういうふうになるとか、いう、簡単に表現することは可能です。で、まあ、例えばこうして、これはタブレット、パソコンですね。で、まあ、大きくしますよと。で、これ CMS 機能ですので、例えばこれペンマークをして、僕にこれしかしたいですっていう要素をしましょう。例えばテクストですね。よいしょ。テクストを追加して、あと、突然その多数型言語も可能ですので、ここに言語を選ぶことができます。で、まず、テスト。で、常に表示します。特定の日でもいけます。いつからいつまで。特定の人でも。文字もできます。で、これを入れると、ちょっと今このままにしてるんですけど、テストです。で、このテクストの色をこう書いたいとか、真ん中にしたいとかっていうと、当然、で、翻訳を有効にして、他の言語でこれを表現するとか。ので、一緒にこのスピードで、じゃあ、このテスト追加したテスト。っていうやり方で、非常に簡単に、スピーディーにウェブサイトを作ることができます。で、当然、この、CMS、コンテンツマネジメントシステムは、一つの製品のページも、適用可能ですし、この一覧のページも適用可能です。まあ、コンテンツとしては、そうですね、CML とか、イメージ、テクスト、メーチャンダイジングですね。まあ、他の製品ですっていうことを表現することは可能です。あと、CMS では、じゃあ、いつからいつまでっていうのを持つことは可能ですし、あと、まあ、ランディングページをいくつか持つことは可能ですっていうことですね。で、当然、その画面の、いくつかの画面のサイズで確認することは可能です。で、まあ、非常にそうですね、統括的かつ、なんて言いますか、今時のウェブサイトが作れる、機能です。で、運用しやすいです。それでは本日のウェビナー、時間になりましたので、シットマスアドバンスの、あと、メチリットと、
医師のご説明でした。また何かございましたら、メール等々でご連絡いただければと思っております。よろしくお願いいたします。失礼いたします。